東南アジア諸国連合、東南アジア諸国連合、東南アジア諸国連合、ASEAN は、東南アジア10カ国の経済、社会、政治、安全保障、文化に関する地域協力機構。本部所在地は、インドネシアの首都ジャカルタ。2009年以降、アメリカ合衆国や中華人民共和国など50カ国余りが ASEAN 大使を任命し、 アセアン本部のあるジャカルタに常駐。日本も2011年5月26日、ジャカルタに東南アジア諸国連合、アセアン日本政府代表部を開設し、アセアン大使を常駐させている。第4回公式首脳会議、1992年開催において採択されたシンガポール宣言をもとに、域内の市場統合を目的に、アセアン自由貿易地域、 a FTA が創設された。2003年にはその対象を広げての自由化を目指し、ASEAN 経済共同体、AEC に発展させることに合意し、2015年12月31日に発足した。域内の総人口は6億2000万人、2014年を超えており、5億人、2014年の人口を抱える、欧州連合よりも多く人口増加率も高い。 2013年の加盟国の合計の GDP は2兆4、104億米ドルであり、日本の GDP の約半分の規模である。アセアンを一つの国家として見た場合、世界7位の規模を持つことになる。1961年に、タイ、フィリピン、マラヤ連邦、現、マレーシアの3カ国が結成した東南アジア連合、Association of South East Asia。 ASA が前進。また、インドネシアも加えた、マフィリンド構想も、アセアン設立の土台となった、エアン、東アジア協会の設立によって発展的に、解消される形となったとされる。後ベトナム戦争中の1967年8月、ドミノ理論による東南アジア諸国の石化を恐れた、アメリカの支援のもと、タイの首都バンコクで ASA を、 発展的に解消する形で、現在の東南アジア諸国連合が設立された。原加盟国は ASA の3カ国とインドネシア、1965年にマレーシアから独立した新興都市国家シンガポールの敬語カ国で、いずれも反共主義の立場を取る国であった。各国外相共同の設立宣言は、東南アジア諸国連合設立宣言や、 万国宣言などという、1967年に5カ国で発足して、以来、1984年に、イギリスから独立して間もないブルネイが加わるまで、新規加盟国は長い間現れなかった。これには、冷戦期の反共主義が関連し、フィリピンやタイは、反共軍事同盟である東南アジア条約機構、シア島、1977年6月末解散の、 加盟国として、ベトナム戦争でアメリカを支援して、南ベトナム、トナム共和国へ派兵を行った。その後、1980年代以降に、シンガポールやタイなどで高度経済成長が実現すると、徐々に総合地域開発など経済分野での重要性が増していった。1990年代後半に、同地域の北方にある4カ国が順次加盟し、 現在に至る10カ国体制が出来上がった。この10カ国からなる拡大アセアンを、アセアン -10 と呼ぶことがある。特に1995年、ベトナム共産党による一党独裁が続く、社会主義国家のベトナム、ベトナム社会主義共和国を迎え入れたことは、アセアンが、反共政治同盟から東南アジアの地域、共同体へと変質したことを推す、象徴的な出来事となった。 一方、ベトナムとしても、アセアン発足時には来た、ベトナム、ベトナム民主共和国として、アメリカやシア島諸国などと、ベトナム戦争を戦い、その後もカンボジア内戦などでタイなどと激しく、対立していた過去を払拭し、外交政策の転換と体制の安定化を完成させるために、アセアン加盟は必要だった。なお、最後の加盟国であるカンボジアは、 内政事情から加盟が遅れたもので、当初はミャンマー、ラオスと共に加盟する予定であった。ベトナムの影響力が強いラオスとカンボジアの相次ぐ加盟により、イデオロギー対立を超えた東南アジア地域統合体としての役割をさらに強く担うことになった。2013年には共産圏であるベトナム出身者から初めてアセアン事務総長が選ばれ、 アセアン共同体設立の舵取りを担った。一方、アメリカや西ヨーロッパ諸国から軍事政権による強権統治が批判されているミャンマーの加盟を認め、アセアンはミャンマーの民主化問題で建設的関与というアプローチを取ることを明確した。以後、アセアンは強硬な軍事政権批判を避け、首脳会談での議長声明などの形で民主化を 求める提言が続けているが、ミャンマー軍事政権はこれを拒否、あるいは自分の計画に基づいた政策展開を崩さず、加盟国の内政に対する ASEAN の影響力には限界があることが示されている。は、1975年の独立当初から ASEAN に関心を持っており、翌年の1976年から ASEAN 閣僚会議にオブザーバー、 会議に出席はできるが議事への参加権や議決権がないとして参加し、1981年には特別オブザーバーの地位を得た。1986年のアセアン閣僚会議で正式に加盟を申請し、現在まで加盟を希望している。しかし、パプアニューギニアが東南アジアに位置していないことから、アセアン諸国は加盟に否定的である。は オブザーバーステータスの獲得。さらには、アセアン加盟も目標とし、2007年には、東南アジア友好協力条約にも参加済みである。東ティモールが加盟すると、アセアンは、東南アジアに首都を置く、全11カ国を迎えて、地域共同体として完成するが、同国の独立は、インドネシアとの紛争を経ており、インドネシアとの友好関係を重視する加盟諸国は、 この動きを必ずしも歓迎していない。特にミャンマーは自国の民主化運動家であるアウンサン・スー・チーが東ティモールを支持していることも、あ、反対を表明しており、シンガポールも東ティモール加盟には消極的とされている。また、独立後の東ティモールは国内情勢が不安定で、2006年から国際連合による国際連合東ティモール統合ミディオンが続いている点も、 問題となっている。これに対し、東ティモールのダコスタ外相は、2010年7月21日に行った時事通信などのインタビューで、同国は2012年までのアセアン加盟を目指しているとし、東ティモールは安定した民主国家であり、急速な経済発展を遂げていると述べ、加盟資格は十分あるとの認識を示した。また、アセアンの最高規範、 加盟国が遵守すべき、基本原則としての民主主義、法の支配などである、ASEAN 検証の基準を満たすことはできると強調した。同年12月1日には、ジョゼラモスホルタ大統領が2011年中の ASEAN 加盟決定に、改めて意欲を示した。2011年3月4日、ダコスタ外相は、ASEAN 議長国インドネシアのジャカルタで、 同国マルティ外相に対しアセアン加盟を正式に申請した。マルティ外相は共同記者会見で東ティモールの加盟を指示し、速やかにアセアン内で話し合う2015年までにアセアンに迎え入れたいと述べ、早ければ今月中にも外相レベルで協議を始める針を示した。ダコスター外相と3月3日に会談した。 インドネシアのユドヨの大統領は東ティモールの加盟を全面的に支持すると表明。他の加盟国にも大きな異論はないが、手続き上の問題などから年内の加盟実現は困難とみられている。ダコスタ外相は早期の加盟を望むと語っており、ユドヨの大統領と東ティモールのグスマン首相は22日に会談し、加盟問題などを協議する予定である。 域内人口は6億人を超え、欧州連合や北米自由貿易協定よりも多い。国際連合の予測では、2030年には7億人を超え、2050年には7億7000万人規模になるとされている。アセアンの主な活動は設立当初は外省会議であった。万国宣言では外省会議を毎年開催することを定めている定期閣僚会議。 第一回の外相会議は、アセアンの設立を宣言したバンコクにおける会合である。設立当初の目的は、経済、社会分野での地域協力で、最高決定期間は、年次外相会議であった。1972年、1973年から、欧州共同体、現、欧州連合やオーストラリアとの域外対話を開始した。現在はこれに、 中華人民共和国、日本、ニュージーランド、カナダ、アメリカ合衆国、大韓民国、ロシア、インドを加えた10社が、域外大和国、機構と呼ばれる。年次外相会議の直後に招かれた、拡大外相会議を開いている。1975年以降は、外相会議とは別に、経済担当閣僚会議が年に1、2回開かれる。 1976年2月にバリ島でアセアン首脳が初めて一堂に会してアセアン共和宣言が発表され政治協力がアセアンの地域協力の正式な一分野になった。アセアンサミットとも称されるこの会合は当初は不定期開催であり1992年のシンガポールにおける会合の時点で第4回目を数えるにとどまった。だが この第四回首脳会議において3年ごとの公式首脳会議とそれ以外の年の非公式首脳会議が開催されることが決定されシンガポール宣言1995年以降毎年開催されているさらに公式非公式の区別は2002年に入って廃止されることになった1976年2月に開かれた初の首脳会議において 東南アジア友好協力条約が締結された。この条約への加盟国は2008年7月で25カ国に上り、ユーラシア全体に広がっている。2006年首脳会議の合言葉は、一つのビジョン、一つのアイデンティティ、一つの共同体である。アセアンの発足当初から日本は緊密な関係を維持し、1970年代より頻繁に首脳、 外省レベル会談を行ってきている。1974年に田中角栄首相が東南アジアを歴訪した際には日本の経済進出に反発する現地住民からの反対デモが発生したが、それ以後も両地域の関係は概ね順調に推移した。当時の日本にとって東南アジアはインドネシアの石油、マレーシアの天然ゴムなどの原料供給地として重要であり、 さらに低賃金で良質な労働力を得られるタイやマレーシアなどは日本の製造が海外進出をする際の有力な相手国となった。またアメリカへの従属度が高い日本外交にとって東南アジアはその独自性を発揮できる数少ない場で1978年の福田ドクトリンなどが発表された。アセアン側にとっても地域内での派遣を求めず経済面での利益を 追求する日本の進出は、経済発展に好都合で、両者の関係はさらに進化した。1981年には、日本とアセアン諸国の間で、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進、センター設立協定を結び、日本アセアンセンターが設立された。これは貿易の進行、日本からアセアン諸国への投資と観光客の増大を目標としたものである。 他に、アセアン文化基金、日、アセアン総合交流基金、日、アセアン学術交流基金などの各種基金が存在している。2010年からは、日本国内でのアセアン諸国への理解を深めるためとして、アセアン検定が開始され、日本アセアンセンターなどの講演を得て、リクルート社内に設けられた事務局によって、対ベトナムインドネシア3カ国についての試験が行われている。 1997年からは、ASEAN 首脳会議の拡大版として、日本、中国、韓国の3カ国首脳も集まる ASEAN プラス3が開催され、東アジアの長期安定、発展を担う上で重要な存在となっている。2003年は、日本 ASEAN 交流年とされた、記念切手の発行や人的交流、文化紹介の催しなど、 交流年を記念したイベントの開催や事業の実施が日本、アセアン諸国各国で見られた。12月11日、12日には日本が各国首脳を招いて日、アセアン特別首脳会議を開催した。また、2008年には当時の福田康草総理は、福田ドクトリンを継承する立場から、アセアン共同大使時とアセアン大使日代表部の設置を打ち出し、日本、 アセアン包括的経済連携協定を締結して2002年発行の日本シンガポール新時代経済連携協定による経済連携協定をアセアン全域へ拡大するステップとな。しかし、アセアン全体と日本の自由貿易協定、FTA 交渉はまだ妥結せず、2010年に成立したが先行することになった。これにより、 日本が構想する東アジア EPA の成立も停滞している。2012年12月28日に発足した第二次安倍内閣は価値観外交の基本方針化で経済や安全保障での存在感が高まるアセアンを重視。就任後1ヶ月以内に安倍晋三総理の初外遊先となったベトナムにいてタイ、インドネシアの訪問。 民政移管を進めるミャンマーへの麻生太郎副総理の訪問など、閣僚がアセアン主要国を次々と訪問した。自由、民主主義、基本的人権、法の支配など普遍的価値の実現と、経済連携ネットワークを通じた繁栄を目指し、日本はアセアンの対等なパートナーとして共に歩んでいく、胸のメッセージを各国首脳伝達した上、 2013年1月18日には、訪問先のインドネシアにおいて、以下のタイアセアン外交後原則を発表した。日本がアセアンとの価値観外交を進めるにあたっては、港や道路などハードのインフラストラクチャー整備だけで、なく、投資環境整備にもつながる、法整備支援や人材育成といったソフトのインフラ整備への協力を、日本の役割として位置づけることが重要と、 指摘されている。独立を維持したタイを除くアセアン諸国はいずれも現在の欧州連合加盟国の植民地となり、経済、文化面でも大きな影響を受けた。第二次世界大戦による日本軍の占領は各地での独立運動を活性化して戦後の独立につながり、特にインドネシアは独立戦争後もオランダ領、ニューギニア、イリアンジャヤや東ティモールへの侵攻を行い、 民族自決権の損害と侵害とこれを非難する西ヨーロッパ諸国との対立が生じていた。しかし、アセアン諸国が資本主義経済の維持と発展を目指し、西欧諸国との関係が安定すると、欧州経済共同体 EECEU の前身とアセアンは1972年に初めて対話を行い、アセアンにとっての初めての対話国となった。以降、外相。 閣僚レベルの会談を行い、1980年には協力協定を結んだ。この流れは1990年代に入っても続き、1996年には第1回のアジア欧州会合が実現し、以後も2年ごとの開催が続いている。1997年の合同協力委員会は、同年7月にアセアンに加盟したミャンマーの取り扱いで意見の相違が生じ、 1999年5月まで延期された。この会合では政治及び安全保障、経済、開発、環境、エネルギーの分野での協力関係を作る作業計画が採択された。2007年11月21日には公式関係30周年を記念して初の首脳会議がシンガポールで行われた。元来、アセアンが 軍事同盟の東南アジア条約機構を補強する役割を担っていたように、加盟諸国とアメリカは強い関係を保っていた。1975年のベトナム戦争終結により1977年にシア島が解散しても、両者の協力関係は変わらず、アセアンは資本主義諸国を束ねる国際政治システムの事実上の一部として機能していた。 冷戦の終了により、アセアンから反共政治同盟の色彩が薄まり、ベトナムが加盟してもアメリカはアセアン諸国との友好関係を維持し、現在でもアセアン諸国、東南アジアはアメリカにとって重要な爆発原料供給地である。また、中国による南沙諸島、スプラトリー諸島支配などの南シナ海進出に対してはこれに反発し警戒する。 アセアン諸国の立場をアメリカが支持している。しかし、マレーシアのマハティール政権が、ルックイースト政策でアメリカではなく日本を経済発展のモデルとし、国民者構想で自動車産業の自立を進めるなど、経済面では、アセアンとアメリカとの間に、さざ波が立つことがある。アジア全体の経済や国際世論をリードしようとする、アセアンの狙いは1996年に、 ASEM 開催として結実したが、自国抜きで多国環境庁が進化する構図に対してアメリカは警戒感を隠さず、東アジア共同体提唱に対するアメリカの反発などにつながっている。アセアンホス即時の中華人民共和国、中国は文化大革命の最中で、毛沢東主義による社会主義革命の輸出を熱心に唱えていた。また、 アセアン諸国の多くでは少数派の中国系住民、歌人が経済の身を握り、国家指導者を排出する原住民との関係が微妙だった上、過去には歌人中心のマラヤ共産党による武装闘争やインドネシアの9月30日事件もあったため、アセアン諸国政府が持つ中国への警戒感が非常に強かった。ニクソン大統領の中国訪問から、 西側と関係強化していた中国は、1970年代末から改革開放路線へと転じ、東南アジア諸国との外交、経済関係を重視するようになった。カンボジア内戦では、中国とアセアン諸国、特にタイの支持を受けた、クメールルージュ、ポルポトハヤシアヌーク派、王党派などが協力した、民主カンプチア3派連合政府が成立した。 1990年に中国がシンガポールとの国交を樹立し、インドネシアとも国交を回復すると中国とアセアンはより接近した。1997年にはアセアンプラス3の一員となる。カンボジアは平合意により紛争が終結し、中国の改革開放政策の定着が不動のものになると、東南アジアの過人資本は中国への投資を拡大し、 中国産の医療品や電化製品がアセアンへ大量に輸出されるようになった。2002年には中国とアセアンが自由貿易区創設で合意して、2010年に両社間の自由貿易協定が発行した。メコン川流域の総合開発計画でも両社は1996年に協力会議を設立し、この分野でも中国からのアセアン接近が特にラオスなどで顕著である。 このような制度整備により、経済関係は拡大の一途をたどっている。一方、政治面では、アセアン諸国の対中警戒心が解けていない。特に南シナ海中央部の南沙諸島、スプラトリー諸島や、東海北部の西沙諸島、パラセル諸島の領有形を中国と、ベトナム、フィリピンなどが争い、中国人民解放軍海軍が、両諸島に基地を設けていること。 南沙諸島海域における中華人民共和国の人口等建設参照はアセアン諸国から問題とされ不安定要因になっている。中華民国はアセアン発足当時にはマレーシアを除く加盟諸国との外交関係を持っていたが1990年以降は消滅している。しかし非公式な外交関係や幅広い経済協力は続いている。中でも シンガポールとは1975年に締結した星光計画が依然として有効で、シンガポール軍は台湾での軍事演習を続け、中国による武力侵攻の場合にはシンガポールが支援する取り決めがあるも言われている。ただし、リークアンユーは台湾に武力侵攻の場合は中国は2週間先に事前通告するよう要求している。なお、中華民国も何差 正社諸島の領有権を主張し、南沙諸島の太平島には軍事基地を設けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。